あ、君死んだよ。ソロキルされてんじゃねえよ。初心者も見てます。初心者の皆さん、これはどうしようかな。トリスターの相手征服者でボコしに行ってもいいんだけど、征服者行くか、ボコすか。ソロキル狙います。オッケー。まあロルってどうやるのって感じてる人多いと思うんすけど、俺がここで見せてやるよ、どうやってミッドレーンをプレイするのか。おすすめはミッドトップ初心者、まあ、言うて俺も久しぶりのゲームではありますが。で、相手トリスターナミット、かなり連戦が強いタイプ、押し負けたくない。相手ニダリですね。ニダリってことは相手インベード、ジャングルガンガン入ってきて味方のジャングルいじめてくるタイプなんで、俺がミッド押し負けたらゲーム終わりです。ってことで俺は押し負けたくない。相手がシースクーター右で Q 一発ぶち込んであげて、相手レベル2オールインがめちゃくちゃ強いので、ニダリーがわからないな。フィドルがボトムがいるから、ニダリーと戦闘来たら俺がすぐ寄れるようにボトム側俺も立とう。でニダリーの槍がまあ飛んできたらまあ泣くけど、相手がシュースクータイミング、いいよ一発、いいよ。ニダリー見えた、俺の方が先に寄れる、なんならこいつ殴ってもいい。ファーストブラッド、もうちょっとコンボ早かったら殺したんじゃねえと思うんだけど、どうだ。相手フラッシュしたんじゃね、 W の位置的にあれフラッシュだと思うけどな。でもフラッシュ見えなかったな、視界なかったから。まあいいや、ちょっとねコンボがすぐ出なかった。本当は QE を W ラストあのパッて打つ前にやりたかったんだけど、これポーション飲まないとワンチャン危ないね。でニダリ見えてる、ウェーブ的にニダリ来るから警戒、当たらない。ちょっとその入り方まずくない。我らの未来は明るい。敵を倒しました。お前らがまずくね。味方が倒されました。ダブルキル。ウェブ状況ナイス。だけど相手どっちも死んでるからプッシュして帰ろう。俺が死ぬ必要はない。まあ、敵のサポートがブリッツが来る可能性も考慮してパパッと帰ります。イーズイメン。どうよ、これが征服者よ。フェーズラッシュと迷ったけど征服者でよかったね。こういう戦いの時に強えからな。でティア渡して、これ俺もマナ回復するし、ワードをくれっていうのが欲しい。あのザイラがレーンに復帰するのファッキンゴミね。これそのままミッド来てミッドにワードするべき。これミッドがめっちゃ勝ってるじゃん。ここで俺が負けるのは敵のサポートとジャングラーが一緒に来た時だけなんで、それをケアしてくほしい。あとブリッツがいなくなったらクソみたいに、あのマジでめちゃくちゃピンしなきゃだな、あれは。一応ミッドいないっていうことを伝えて、ワード置いて、で今ニダリーがさすがにまだグラブ食ってると思うんだけど、グラブ食った。トップが今 HP 少ねえから多分トップ行かれるね。俺 TP はあるんだけど、 TP 行ったら助けられる、無理そう。味方が倒されました。敵を倒しました。敵を倒しました。ポーション食うの遅れたな。ポーション食うのもうちょっと早かったらワンチャン殺したかもな、トリスターナ。テレポートする。ブリッツが見えないんだよな、ボトムの視界がマジでね。ブリッツが見えない、ブリッツが、ブリッツもいることを考慮しないと。おいファッキンブリッツいねえんだよ、俺がピンしなきゃいけねえのよくねえだろ。サポートやってる分際でや。おら来た、ブリッツクランか。味方が倒されました。しまう。前だけを見せろな、俺の言うこと正しいだろ。ブリッツが動いたら負けんの。じゃあブリッツいなかったらクソだピグしろタコ。俺声に出してるだけで、あのチャット打ってませんからね。味方は全然聞いてないですよ。ファッキンブリッツクランクイズヒーローメン。ボトムファッキンボコボコにしてくれないと困るけど、ああエズレールここでファーム食うのマジでファックだよ。わかる、わかるよね。ああ責任持ってボトムボコしてくださいな、ピンもしねえサポートさん。
で、ここでプレッシャーするとブリッツと一緒にファッキン今度ニダリ来てお前ら死ぬからな、引き際覚えろ、カス。言葉割るってか来てんのかよ、こっちに。で、何殺すぞ。で、何で、なんだおい、3人いるが、おい、チーム。で、なんだよ、当てられんのそのフック。で、なんだよ、おい、やんのか、おい。一週間ぶりのロールですが、ランクですが、NA マスターに勝てんのか、おい。ソロキルされてんじゃねえよ、敵こんだけ引きつけてよ、ボコボコにしたったるのに、おい、こら、負けてんじゃねえよ、おめえ有利マッチアップなんだが、あ、トリスターな、味方呼んでよ、ミッドボコられて、味方に申し訳ねえと思わねえのか、殺すぞ、タコ。何マイブリンクしとんねん、ADC の分際で。味方呼んでからやれ、それは。味方がいねえこと俺すべて目で追っている。おめえら負けたらマジで容赦しねえからな、この野郎ども。あ、君死んだよ。あ、死んだよ。はは、生きたと思った？ふざけんじゃねえよ！トップマザファッキンギャップマン！オッケー！守れ、俺は！ What the fuck！ここまでやんなきゃ勝てないんかい！先ロールやってねえわ、俺だって！わあ、ボトムで 2v2 で11交換して喜んじゃんじゃねえぞ、おめえら！おら、早くトップ押せ、こら！どう？口に出してお前ら学んでんだろ？ああ、やっぱインパクトに残んねえと。そういうことかって。そういうことよ。ワードオッケー、自分のレーンに戻んじゃねえ、ジンがいねえのね、しばくぞタコ、マジでさ、自分のレーンに戻って CS1 個多く食おうかなじゃねえんだよ、殺すぞ。当たんねえよバーカ、サイドステップしねえよ、あえて。あ、敵寄ってきてんのによ、自分のレーンにだけ戻る、終わってんだよ。だから日本サーバーサポート終わってるって言われてんだよ、まあ、全部のまあサーバーでもゴミだけど。なんだよこれ、連戦できないからってグラガスミッドで送ってきてんじゃねえよ、クソが。なにこれ、つまんな、マジで。いつでも行ける。ただお前俺に勝てんの、だから全員こっちへ待った、他のところで有利取れよ。俺は今抑えられてるからよ、ワードも今ここにしたぞ、グラガス全ての情報を味方に与えていく。なんで俺ミッドこんな勝ってるのに俺たちオブジェクト取られてるんでしょうね、ボトムが動かねえからな、ワードも置かねえしロームも一回もねえし、勝ってるレーンでゲームやろうっていう概念がねえからな。なんかこいつ強くね、マジで。マジグラガスクソチョッペーや、このチャンピオン。マジでバカみてえに。おめえが勝てると思ってんのかー、あー、やんのか、こら。ほら、ミッド来たら勝てるやんけ。なんで勝ってるレーンをほっといてんだ、ボケどもが。フィドルスティック、お前は正しい。まだファッカース。抵抗の時だ。フィドルウルトねえから今戦おうとすんじゃねえよ。自分のレーンにから出れねえサポートさんよ。お前それでダイヤモンド名乗ってんの、ま？おい、味方に何回助かられたら気が済む。お前死んでんじゃねえよボケ。ドラゴンが湧いてるやろがい。初心者も見てます、初心者の皆さん、これはエンターテインメントです、これが俺なりのリーグオブレジェンド配信だ。おい、トップレーンなくなったらピンはよ、だけや、俺が言うよりも先にピンするのがファッキンお前の仕事やろがい。でここで味方が死んでるので無理しません、まずミッドを殺す、でグラガスにウルトでやられるからサイドステップで避ける、一旦フラッシュ、ウルトを避ける、ウルト以外を避ける、
ウルトを使え。ウルト避けた。死ねクソどもがまあ相手来てるの分かってたから俺が死ぬのマイバットっすね、はい、死ぬのが悪い。俺が悪い。オッケー。俺が死んだと思ったらお前見っとくるかい。んで俺の葬式に来て俺を煽ろうっつんかてめえ。それともミッドのファームいただきたくて来たのか。いただき女子かこの野郎。またーファッキュー。 What the fuck are you doing? ナイスー。やるやんけ。男をはめるのうまいやんけ。味方のタワーが破壊されました。キャノン。いやさー、ちょっと待って、ヘッドフォン抜けたからちょっと待って。オッケー、行くぞ。ただお前ら重要なこと学んだだろこの配信で。ああ、喉は大事にってことや。オッケー、一応テリップってあるんよ。 I have a TP で視界を取ろう。一旦敵の2割ここにいる。味方が倒されました。これブリッツが見えないんだよね。ブリッツがいてもおかしくない。一旦ワード置いて2割あっち側行く。テレポートはある。わ、テレポートしてあげてもよかったな。ごめん、シャットダウン。これ俺がテレピュートしたら勝ってた可能性が高えね。わあ、これ俺の TP が浅かったな。やんの、マジでやんの。敵を倒しました。なんだあれ。だからこいつ4キロ持ってんだけど、どういうこと。俺がソロキル4回してんのに5回したか。 What the fuck。 味方が倒されました。あー、ちょっと待って、味方が TP したんだけど、俺も TP するべき。クソみたいなテレポートを打つ。敵のキリングスプリン。おいマジどうなってんだよこのクソゲームよ。え、なんでこの試合負けんの。え、俺敵4人来てミッドソロキル4回したんだけど、連戦中で。敵のジャングルも 2v2 でしばいたけど。え、え、で敵2人しか見えてないんで、これ以上いけないんだよね。俺危ないんだよね。で敵が、一応テレポート見てあげるけど大丈夫そう。正直トリサナ腐ってるし。で2人がこのウェーブ食って、もう1ウェーブ食いそうな匂いない。いや、なんならこっち側が危ないから、こっち側に1回視界を取ろうか。なんなら挟むこともできんじゃない。これ挟ってもいいんじゃない。挟ってもいいんじゃない。どう思う。挟ってもいいと思うよ。ここ視界あるから、ここブリッツが挟もう。こっち来るでしょ、デイズリアル絶対。ハロマダファカ。ADC がよ。ほら敵がどうやって動くか考えてあげて。でドラゴンが湧くぜ。でテレポートはある。テレポートはあるけど、なんかテレポート使っても捕まえられる距離に俺はいないので、安定を求めてトップを押す。ファック。ふざけんなよお前らマジで。おい、ドラゴンのタイミングで死ぬんじゃねえよ。いやマジ、ワンチームファイトやったらマジで全員殺せるって。俺が狙われる可能性も考慮して、ここで俺が引っかかったら、俺テレポートしたら救える。これ救えそうにないね。あ、シーバー。うわ、勝ったこいつ。シャットダウン。オッケー、でも今のテレポートで敵のあれは止めた。バロンはナイス。また勝てるよ。ね、ちょっと待って。タオルくれ。タオルくれマジで。やばい。こう PC が壊れる。バロン取られてやがる。クソ。まだ勝てるよ。一回も集団戦しないんだよね俺たち。なんだこれ。助けてほしい。敵を倒しました。なんでわかんの、ワードあんのそこ。逆サイドでなんかやってよ。こっち側の視界取ってこのタワー壊すとかさ。オッケー、一人殺してるわ。ナイスだチーム、なんかやってたわ。ええやんけ、やるやんけ。ねえマジ、グラガスバカみてえんつうんだけど、なんだこれ。MR 必要？ MR 買ってもいいかこれ。え、なんで仕掛けた側が負けんの？ 1v2 で。は？血を流す。味方が倒されました。あのさあ、あのさあ。き
期待すんな。こいつら敵や。全員敵や。いつからこいつらが味方だと思った。こいつら敵や。いくら味方を有利にさせても勝てない。だからお前ら全部キル取れ。ああ、ジャングルやってます。レーナーに、レートゲームキャリーに、 ADC にキル渡した方がいいんですか。渡してられるか。タンクジャングル使った方がいいですか。使ってられるか。おーいおーい。いやでもマジでこの試合なんでこうなってるのか理解ができない。リプレイ見てなんで負けてるか。やるか、ドラゴン。やりたいけど味方がグループできてない。ドラゴンタイミングでウォルフ一生フックされる。ナイス。味方死んだ。じゃあもう一人味方来る。あのグラガザマジでイカれた強さしてんだけど怖いんだけど。ポークはいいね。ダン離脱して、勝てねえ。マジグラガスがジェイズのカウンタースキルってキャラ自体がここから来てんだけど。おいおい、ふざけんな。避けて殺して、固くて死ぬ。ファーン、なんで俺が負けなきゃいけないんだよ。どうしてだよ。敵4人ずっとミッド来て俺4回そのキル取ったよな。味方にピンを叩いて味方に指示してるのに味方も何もやらないで、なんで俺は負けなきゃいけないんだ。タオル持ってくる。ロルって怖いゲームですね。え、どうしてそんなこと思ったの。素晴らしいゲームだよ。楽しいゲームだよ。喜怒哀楽がしっかりしてるゲームだよ。ふぅ。これ、見よう、リプレイ。ひどすぎる、この試合マジで。意味がわからん。なんで負けんの ?OK。まあ、これもね、学びのコンテンツなんで、しっかり見ていただきたい。俺も学びたいし、俺ももっと上手くできたんだろうし。ってことでいきます。まあ、一旦トイレ行きます。これ良くないです。このゲーム15秒から始まっているので、トイレ行くのは良くはないです。しかし、試合中に離席するよりも、漏らしながらロリアルよりも味方に迷惑かけないと思ったんで、そこを天秤にかけて俺はトイレに行きました。で、俺はゲームをやりながらミッドの主導権を失うとニダリが入ってきて、フィダルスティックがかわいそうというか危ないからってことで、ガン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 連戦を攻める。で、ここで待ち伏せしてパンパンで、征服者貯めてパンパンパン QE で、相手はもうダブルで逃げること分かってたんで、すぐさまもう走る。で、ここでダブルキル。おい、なんでこの試合負けたんだよ。ダブルキル。で、ここからそのままレーンに復帰してミッドがいないっていうことを伝えて、トリスタンがロームするかもしれない。で、ファッキンさ、あのさ、ね、あのね、本当に俺の配信見てる奴らは知ってるかもしれないけどね。ね？ね？ね？聞いてね。本当に大事だから。ここマジで大事よ。これできたらレート爆上がりですからね、サポートメインの皆さん。そのままレーンに戻るんじゃねえ。ここでさ、ウェーブ押し込んだやん？あなたたち。ね？ここでうまくやって、レーン押し込んだやん。レーン押し込んだでしょ？ってなると今度どうなると思う？ウェーブの状況が。な？ウェーブが突っかかるよな？ウェーブ突っかかったらどうなる？本当はここで交わってたのが、ここで交わるよな、レーンが。ってことは、な、同じ7対7だ。同じ7対7でもどうなる？次の援軍が先に来て、こっちの方が DPS 上がるだろ？ってことで、こっちの方がミニオンが強いから自分たちのミニオン殺されるだろ？ってことは、自分たちのミニオンが敵のミニオンをあんまり殺せなくなるから、ウェーブロストが少ねえってことだ。だったらこの状況でミッドに行け！ジンとしては CS ロストが少ねえんだから、なあ、死なねえんだよ、引いとけばいいんだからよ。
ワードもできてるし、ジンなんて遠くから CS をダブルでピュって食えば一個、一個も落とさず連戦できるやろが一人で。逆にエズリアルブリッツはどうだい？ここでレーン離れちゃうと、ウェーブがプッシュしちゃうから、フリーズしちゃうよな。自分たちの CS がどん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 燃えちゃうから、ここからレーンから出れねえよな。そのタイミングを使ってよ、エンチャンターとかや、ベタ足の柔らかいキャラでもロームしたりとかや、ワードをミッドに置きに行けるやろがい。これが大事なんだよ。それができてねえサポートが上位帯でも多すぎるんだ。わかるか？ここでレーンに復帰して見てみようか。君たちはミニオンを何個ロストしたか。ああ、どっちみち今のミニオンたちは君たちが即復帰しても死んでたよね。これでどうなる？ほら、援軍が先に来た。俺とこっちは先に死んでる。ダメージが上がってっから。しかもこいつらが先に殴るわけだし。おい、どうだ？ウェーブロストあるのか？おい、伸びた！ウェーブロストねえよな！遠くからジンが W 打てばこれ食えるような、てめえがここにいる必要はあるのか？ねえよな。で、ここで、先ほどのファイトで 2v2 で勝った。めちゃくちゃ強いジェイスがいる、ミッドがいる、NA マンスターがいる。こいつをどう生かすかだよ。こいつは強いけど、さっきのファイトでフラッシュも使ってしまった。ギャンクに弱い。じゃあ、俺が持ってるピンクワードとかワード一つここにパッとかパッとかパッとか置いてあげたら、味方は守れる。で、このジェイスはそのワードを使って、こっち側に立ちながらアグレッシブに連戦ができて、そのワード一つのおかげでウェーブをプッシュすることができ、相手をタワー下に押し付けながら、ジェイスが敵のジャングルにこうやって一人で入っていき、ニダリを見つけたらぶっ殺す。敵のニダリがいなかったら俺が先にウェーブを押し上げて、こっちにギャンクしてあげることもできる。逆もしかり。わかるか？お前が、レーンに即復帰する理由が、ねえことに。このウェーブ、ジン一匹も失わねえんだ。ジンはここで待ってればいいんだよ。その間の一分間、お前は自由行動ができる。世界に羽ばたけ。壁の外に出るんだ。ザイラ。ジンは死なねえ。一応バックピング耐えとけ。で、一緒にフィドルスティックもいるわけだからさ、お前が一緒にこうやって行けばよ、フィドルとさ、協力してよ、より深くにワード置いて、ニダリいたら殺して、なあ、俺もお前が来てくれたら俺だってポジションをこっち側に取って、お前が引っかかりそうにならないように調整してあげることもできるし。勝ってるレーンを使うんだよ。なんならおめえら負けてるじゃねえか、エズリアルブリッツっていうファッキンゴミ雑魚レーナーによ。わかる？わかる？ネタみたいに言ってっけど、わかるよね、君たち。ああ、なるほど。さすが NA マスター。わかりやすい。確かにとか、そういう合図があってもいいやろかい。何聞き言ってんだ、てめえら。わかったか。なんでコメントの反応がねえんだよ。運は一回でいいんだ！オッケー！わかったならそれでいい。いる必要がねえんだって、マジで。ここでザイラいてみ。俺が自力でワード置いたけどよ。でもかなりセーフティーにワード置いたから置くタイミング遅れた。だからミッドプレッシャーするタイミング遅れたから、ニダリーが、敗北者のニダリーがこれ食えるのおかしいやろ。本当だったらトリスタンのもっと前にここにいて、な、俺がこっち攻めることもできるし、なんならニダリーがこっちにいるっていう情報は俺たちあったから、俺がこうやって動いて、もうちょっと早めにギャンクしてあげるとか、二人で一緒にドラゴン取るとか、なんかオブジェクトを交換するマインドがねえんだよ。で、ほら、相手が来る！来て！二人持ってく、なんなら一人持ってけそうだった。敵いなすよな。ソロキルされてんじゃねえよ。相打ちか、ナッパーって。オッケー。ミッドレーナー様が敵の HP も削ってあげて、敵の時間も潰してあげて、てめえらはどうだ？てめえらは1ギャンク決めて、1ギャンク決めた。おーし、やるじゃねえの。いいじゃねえの。ただ、ニダリーも一緒に行くっていうピング俺が出したからな、てめえら見てねえと思って、俺までが俺がしっかり教えてやってる。そこでタープ敵が2人来てるのにタープレット2枚取っていく。このミッドレーナーを抱えてなんでミッドに来ないんだよ。サイドステップっていうものをしてみてはどうかな、サポートさん。でだ。でだ、ザイラ。ここでやられたな。やられてレーンにすぐ復帰する。これはいいだろう。なぜならウェーブを食わなきゃいけねえからな。でけえウェーブあるしな。あ、これここは何も言わねえよ。OK。で、ここで処理して。で、こっからよ。こっからどう動くんだ、てめえは。みんな敵のブリッツがいねえならピンしろや！
俺はずっとここで言ってるけどね、おいブリッツ見えねえ、ブリッツ見えねえ、ブリッツがいるから危ねえってずっと言ってる。おめえがピンタクまで、お前耐えてねえけど、なんでこれ俺が管理しなきゃいけないの。なんで俺がミッドレーンをやりながら2ビッツ意識しながらそこまでリソース割かなきゃいけない。俺だからできるけど他のミッドレーンは誰もやらないからね。あ、サポートで多すぎなんだよ。やることねえくせによ、ブッシュの中入ってよ、なんか気取りやがってよ、ブッシュの中に入ってたらなんかうまいみたいな雰囲気醸し出しやがって。あ、ミッドにワードも置かねえ、ピンも打たねえ、ただブッシュの中にこもってるだけで敵の ADC が CS 食うのも邪魔しねえ。お、相手がエズリアルがよ、Q でファームしに来るんだからよ、そこを狙ってお前ここで陣取っていいよ、うちに行けや。そのポジションでお前何できんねん。あのブリッツクランク見えてますよ。あなたポジション変えてくれるよね。あ、ブリッツクランクがいるから怖かったからこのブッシュ取らなかった。はい、ブリッツ見えました。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。 OK。 で、こっから敵のブリッツ見えてるよね。君たちのマインドはどう動く、どう動く。こいつをダイブしなきゃ味方に迷惑がかかる。味方が3対4でやってくれてる。でも11交換してくれた。こいつ一人だ。誰もこいつを助けには来れない。このでかいミニオン使って、イグナイトも上がってるし、ウルトもあるし、こいつフラッシュないからこいつを殺さないと。いけ！殺せば文句はねえ！おい、こらえでちゃん！おめえ CS 言葉、くず食うことばっかり考えてんじゃん。このでけえウェーブを相手の ADC が食えないようにしなきゃいけないだろ！それをお前もピンで意思表現しろよ。おめえらデュオボトムだろうがよ、一緒に飯食ってる仲じゃねえかよ。なあ、お前ザエラは俺が言ってることを分かってるかもしれないけど、お前の横に立っている ADC っていうポジションはサポートがスプーンでこうやって飯をくれている甘えたロールなんだよ。考えてゲームなんかやってねえロールなんだよ。だったらてめえがピングでこいつ殺せって言えば、ジンだって、ああそうか確かになってわかるだろうがよ。なのに一人で動いていくから、このウェーブをくダイブしろって。ファッキュー。あのさ、 1v2 でイグナイトウルト持ちでさ、なんでこいつファーム食えてんの。タープレートで我慢すんじゃねえよ。人生もっと欲深く生きていけよ。敵が絶対来れねえタイミングだろうがよ。これでエズリアルがファーム食えないであなたたちが CS20 とか差つけたら俺だって耐えがいがあるんだけど、てめえらが仕事しねえから俺耐えてどうなるの。じゃあてめえらミッド来いよ。どっちみち有利広げられねえんだったら。お、ブリッツクランクミッドで生息してニダリーもミッド来て、それでも俺 CS 勝ってて、キル勝ってて、敵が来ても普通にこっち殴って相手何もできません。はいはい、普通にブリッツの HP を削ってあげて、はい、HP 半分にしてニダリも引きつけて、てめえら何やっとんじゃい。これでドラゴンの1個取れてねってどういうことだよ。ミッドワードないのに敵3人を完璧にいなして、1対1に1対2ミッドボコボコにして、トップはソロキルされて、ボトムで何も結果を得られませんでした。やってられるかポケで。トリスターナも連戦できねえからグラガスがミッドカバーしに来やがってよ。てめえはよ、いつまでトップレーンでさ、そのさ、あのパシブ使ってさ、回復とさ、Q のハラスで飯食ってんの。お前はマジでくだらねえんだよ。プロから消えろお前よ。ああ、分かってんのか、このクソシケチャンプがよ。お前マルファイトよりも外役なんじゃボケ。サステン持ち上がってタンクのくせに AP ビルドもいけて、何が W でダメージ軽減できてよ。なんならシケってるやつらなんてタンクビルド行きながら W 上げしてさ、絶対にこれソロキルされなければいいもんみたいな、ゼウス相手によお前しばくとこの野郎、クソシケチャンプが。で、それをされつつ、俺は三人、なんなら言う、三人いなして、で、俺がファッキンミッドにピンをしまくるから来てくれたものの、ここにワード置くというセンス、そこにワード置いても敵がこうやって来たら俺見えないよね。逆にそこにワード置かれたら俺が困るよね。このワードを起点として俺はここが大丈夫だと思ってしまう浅いミッドレーナーだったら俺ここで死ぬよね。だったら置けなよ。はい、仕事しました、じゃねえんだよ。なんで俺がクソほど勝ってんのに引かなきゃいけねえんだ。なんで相手が逆に視界を取ってんだ、ミッドで。ん？
お前らが寄れば俺だって動く。俺が勝ってるから2対2、3対3負けるわけがねえ。でもお前ら来ねえじゃん。じゃあ逆サイドになんかやってよ。俺が3人引きつけてんだから。知らずに。それがないからゲームが負けんだよ。これお前らのゲームで取り入れていけ。お前らは俺が言ったことを まず一旦ウェーブの管理とかウェーブのコントロールサポートでも学んで、あ、このタイミング俺ロームしていいんだなって動いたら、ミッドレーン勝って、ミッドレーン勝ったら全部勝つ。視界も取れるし、完璧に引っかからずに俺が言ったことをちゃんと理解してアウトプットすればわかるか。サポートはキャリーロールなんだよ。今は ADC を ADC というやつは少ねえ。なんて呼ばれてるか知ってるか。遠距離って呼ばれてんだ、あいつらは。ボトムで二人いる。主役はサポートなんだよ。わかるか？サポートで決まるんだ。レーンも、ギャンクも、視界も、エンゲージも。だからサポートがマジで適当にやってる奴らが多すぎて、お前らちょっとでも俺の言ったことを守ってやったら、ババッと上がるから。ババッと。これガチ。